叩き出したんですね。あれなかったら2点でしたからね。ここは走り込んできて、はい、これはいいですよ。ジャンパー決めていきます。高く選手たちが戦ってくれたと話しています。まずでもう一度この合わせからのスター、これはうまい、はい、これはロシターのうまいところですよね、はい、この辺りはね、うん、上回るという形でした、はい、テイラー藤井に体を当てながら自ら行った、はい、どうぞというコート。いや安藤からさあテイラー外からこれも決めてきた。いやテイラーすごいね、はい、昨日とだいぶ違う、これはいける。田中自ら行ってそして押し込んでいって、カウント、はい、カウントです。ちょっとカークがただどうでしょうか。いや去年からこの腰を、はい、わあ強いですね。が強いです。あー、ノーマーク。ここフリーでした。熊谷シーソーゲームともに逆転逆転という形になっていますが、バランスキーテイクからディフェンスのバックパスからどうした決めていきました。昨日これがミスになってたのも今日、バウンドパスに変わってるんですよね、はい、いや日本うまそうだ。ファジーカス、マキースはブロックランク1位という選手、これも取ったからだ。素晴らしい田中ジャニーズ下がって、うわここから決めてきました。素晴らしい、その通りになっています。しっかりと決めました。藤井スリー、これを決めていきます。素晴らしい。いや川崎また藤井のスリーポイントで逆転。身体藤井がここで指示を出してを使ってゴールでスタートしています。共にスターターの形、これも外から決めていきました。素晴らしい。ジャニング、はい、45対49です。ジャニングこれも外からだ。いやこれも決めてきた。東京差を詰めておきたい。パークへ大量のいい合わせでした。まあ東京らしいって言えば東京らしいですよね、ここはリュープだ。ヒーズ詰められるか。これが先ほどのアリウープです。田中から安藤のスリーだ。これが来ました。ようやく来ました安藤のスリー。コースに渡って今日も大活躍のスリーです。さあ安藤が先ほどようやく来ました。この安藤ただ今日アシストは上げていますが、わあブロック。ヒースはブロックランク1位という選手。バリューカスここからファディーカス決めていきました。あのこの合わせからサイズだ、うん、サイズ素晴らしいですね。テイラーからサイズが決めました。素晴らしい。熊谷にテイラー、うわーこれフォアプレー、うん、素晴らしい。うわー熊谷がここは決めていきます。はい、しかしすぐに寄っていきます。ロスターがいいセットサイドスリー、これもスリーを決めてきました。素晴らしい。しかしロスターに預けるフェイダウェイ、これが決まらないか。サイズだ、サイズサイズサイズが決めた。強いすごい強いね、はい、同点に追いつきます。押し込んでくるパワープレーでくるか。おっと守ります。ロスターの外からのシュート決まりました。シューポイント、はい、ロング2です。相手が結構神経質にさせられてるんだ、ね、確か。ロスターこれもだ。今度はしっかりとスリーポイント。ロスター田中決めてきた。これは大きい。田中の大きなスリーポイント。おここで奪ったスリーアウトナンバー、そしてフリーでスリーを決めてきた篠山。タイムアウトですよね。ここで今度は川崎のビッグプレー。ここで大阪部を入れてきました。キースリーフリーだ。キースのスリーだ。素晴らしい。昨日の途中あっと2本目を外してますが、リバウンドを取ってそしてこれも沈めた。ナイス。残りはもう時間ありません。ここから打って
試合終了。接戦を制したのは初戦敗れたアルバルク東京。